勉強生治療お疲れ様でした。お疲れ様です。まず年齢をお願いします。はい、19歳です。はい、前歯の部分矯正の実際にかかった治療期間を教えてください。4ヶ月になります。上の歯で、上の歯なんですね。はい、前歯の部分矯正をしようと思ったきっかけを教えてください。まあ、来年成人式があるので、まあ、ちょっとその前に前歯の方を直したいなっていうのと、まあ、やっぱ小さい頃からのコンプレックスだったのでちょっと直したいなって思いました。はい、森デンタルクリニックで前歯の部分矯正をした決め手を3つ教えてください。あ、はい、安い丁寧安心です、はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正治療の前に不安だったことはありますか？なんかふとした時、器具つけたら、なんだろう、普段生活してる時になんかポロって取れないかなっていうのがちょっと心配でした。実際どうでしたか？すんごい頑丈でした。頑丈でした。よかった。取れることもなく。そうですね。はい、前歯の部分矯正治療の前と後でどのように歯並びは変わりましたか？あ、もうなんかすごい前と違ってガタガタしてなくて、歯並びめちゃくちゃ綺麗ですね。若干引っ込んだ感じもありますね。すごい引っ込んでました。したら前歯の部分矯正の前と後で気持ちや生活はどのように変わりましたか？前向きに笑えることですね。はい、前までこうやって手をコップしてたと思うんですけど、そういうのもあ、もうちょっと堂々と笑えるようになりました。はい、ただ前歯の部分矯正をやりたいけど一歩踏み出せない、どうしようか考えている方にメッセージをお願いします。迷ったらやった方がいいと思います。ありがとうございます。はい、ただ前歯の部分矯正はやってよかったですか？あ、よかったです。ありがとうございます。口が閉じるようになりました。閉じやすくなってね、成人式も間に合ってよかったです。よかったです。ただ質問は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。